血液型の面白い雑学。なりやすい病気と重症度が血液型で実は異なる。 O 型は血液凝固因子が薄く、他の血液型より出血型になる傾向がある。肝臓がんは B 型が O 型の 1.5 倍で、胃がんでは A 型は O 型の 1.2 倍。 O 型はマラリアには強いがこれらに弱く、武漢型コロナだけは A 型が重症化リスク大。生まれてすぐの赤ん坊は血液型がわからない。血液型は赤血球の表面にある抗原と赤血球と反応する抗体の2つを調べるのだが、赤ちゃんはそれらが出来合ってないためわからない。はっきりするまでには2から4年ほどかかると言われている。日本では A 型が最多だが、世界一多いのは O 型。中南米諸国ではほとんどの血液型が O 型で、コロンビアとベネズエラに至っては O 型が 100%。 他にも中国、アイスランド、サウジアラビアは人口の 50% が O 型で、圧倒的に世界では O 型が多い。几帳面な A 型と O 型は相性がいい。何事にも慎重な A 型は相手が O 型の場合、面倒見の良さやフレンドリーさで警戒心が解け、急速に恋愛が進む可能性がある。A 型と O 型は性格が根本的に違うが、自分にはない部分を持っているため、相手に対して憧れや称賛の気持ちがあり、尊敬できる部分がある。また性格が全然違うからこそお互いを補える部分があり、うまくいく。血液型で一番モテるのは O 型。O 型は社交的な性格をしている人が多く、話が盛り上がるうちに好感度を持たれ、合コンなどでも人に好かれやすく恋愛に発展しやすい。また面倒見もいいので、異性からの得点も自然と高くなる。